ありがとうございました。イエーイ。そう、今日のこの上のトップスのが新しく買ったものなんですけど、そう、コブランだよね。コブラン柄のやつで、コブラン柄、コブラン編みん？どっちだってなっちゃったんだけど、の服が私すごい欲しくて、そう、なんかっていうのも、そのコブランで合ってるよね、コブラン柄の、コブラン柄、コブラン編み、ちょっとごめんなさい忘れたんですけど、のものにすごい惹かれてて、でも実際もほとんど持ってなかったんですよ。でも今回ね、ゲットできました。今日はね、久しぶりにお話できて、うん？そのお話し会、うん？オンラインお話し会に来てくださった方といろいろなお話ができて本当に良かったです。柄なの？コブランって柄なのかな？編み？ああ、でも編み方のもん、編み方のことかな、コブラン柄というよりかは。ちょっとね、私も微妙なんですけど、そう、ちょっと iPad がちょっとあっちにあるからね。そうなんです。まあそんなハッツはね、今日ジョンマイラブの初日だったということで、ハッツお疲れー。本当はね、生で見れたらね、よかったんですけど、生ではちょっと見れず。そう、で、私実はちょっと配信をね、チラッと見たんですけど、いやーちょっとやっぱあれは私には出せんと思った。コブラン柄、コブラン柄であった、コブラン柄です。そして私はね、もうハッツに求婚した結果 OK をもらえたっていうことで、ハッツ鉄のお嫁さんになることが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございますじゃないのよ。ありがとうございます。だからちょっと私は初節のためにね、あのお花もお茶もお裁縫も極めたいと思います。またね、ちょっとジョンマイラブの話して申し訳ないんですが、申し訳ないんですけど、ちょっとだけ話させてください。そう、そう、あんまりまださ、言えない、たくさんは、万次郎さんそっちのけ、そうですね、そっちのけですね。早い早い。そう、まあそのなんかあんまりまだ見てない方もいらっしゃるからあんまり言えないんですけど、あれはね、私には出せん。そう、本当にマジで私には出せないのよ。そう、あのなんだろう、そう、言えないんだけど、あれはもう私には出せないなってめっちゃ思って、そう、もうそれが本当によくって、惚れまして、求婚して OK いただきました。ありがとうございます。というわけで、みんな式には呼んでく、式には呼ぶからみんな来てね。えそう、なんか全体的なというか、もう初鉄、そのハッツの演じるてっちゃんのあれは私にはもうこれは出せないと
そう、まあ、本当ちょっとしか見てないからあれなんですけど、うん、いやこれはルンテツにはないなというか、私にはなーって思って、めちゃめちゃいい。そう、雷が落ちました、良すぎて。いや本当にそう、あのなんて言うんだろう、あのそう、まあ3期の入れ替え稽古には参加はしてたんですけど、まあ投資とかは見てないから、その3期のジョンマイラブはほぼ見てないに等しいんですよ。そう、なんかその断片的にというか、なんかそのまあ段取りの段階しか見てないから、本当に3期のジョンマイラブは見てないに等しいんですよ、正直。そう、なんですけど、だからこれはね生で見たいなと思いましたし、ちょっと普通にグッズいや本当にね、そうだから私は初鉄のお嫁さんになりますんで、皆さんごめんね、よろしくお願いします。そうちゃんとね聞きました、マジで良すぎたから嫁にしてほしいってそしたらね喜んでってきたんで、やったやったということで、初鉄のお嫁さんになります。ありがとうございました皆さん、ありがとうございましたじゃないけど、そう、あとじゃあ最後にこれ一つだけ、あのジョンマイラブの鉄からのお知らせ、3期にも出演させていただいております。正直お話、あの ルンバちゃんもちょっと出ますって聞いた時、いやもう私出ない方が絶対いいでしょうって思って、そうそうなんですよ。ミサ鉄ヒカ鉄を見た時、湧き心が湧かないことになります。そうだね、ちょっとそれだけ湧かないことを祈ります。わからん、もう二人もどうなるかわからんけど、でも本当に今もう初鉄の嫁さんです私は。そう、いや最初ねお話あの聞いた時、いやもう私みたいな、3期出ませんけどみたいな。そうだ、1期の時はまださ2期があったから、そのまだ、まあ、先だけど出るっていうのが分かってるから、もう終わった人なんですよ。終わった人って言い方おかしいんですけど、そうもう終わった人なんですよ。その私も出ていいものなのだろうかとめっちゃ思って、まあでも出演させていただいております。なので劇場でみんな毎日会えるよ、高岡薫に。ルンテツじゃなくてね、高岡薫に会える。そう、なんでみんなぜひ高岡薫に、ルンテツとも確かに鉄ですって言ってるからな、高岡薫よりのルンテツうん謎なんですけど、そうまたいつでも、いつでもというかほぼ毎日会えますよ、みんなよろしく、よろしくじゃないけど、じゃあ一旦ジョンマイラブの話はここまでにするね。じゃあ今日は何の話する、耳がかゆい、この柄、コブラン、コブラン柄です。あのなんかまあいろんな柄、あのコブランって言ってもなんかいろんなのあるんですよ。なんかそのなんて言うんだろうな、ちょっと待って、私もじゃあ調べよう、みんなでコブランについて知りましょう。私もねなんかコブラン柄コブラン柄って言うけど、なんかちゃんとすごい詳しいわけじゃないから、これを機にみんなで知りましょうコブランについて。いやーちょっとなー、女子のファンが増えそうで怖いわ。
またジョン・マイ・ラブの話しちゃった。怖いわっていうか、いいことなんだけど、ライバルが増えちゃうんだよな。ライバルが増えちゃうんだよな、じゃないんですよ。コブラン柄？コブラン？ゴブラン？コブラン？どっち？ゴブランかな、もしかして。あ、ゴブランですわ。コブランじゃなかった。恥ずかしい。すいませんね。これを機にみんな直しましょう。今調べたらゴブラン織りだそうです。あのね、やっぱちょっと言い訳だけするとさ、点々とか丸ってちょっとちっちゃいと見えづらいよねっていうことで、はい、ここで訂正します。ゴブランでした。コブランじゃないね。ありがとうございます。何もありがとうじゃないけど、ゴブラン織り、ゴブラン織りです。は横糸に何色、時には何百色も使用して模様を織り出す平織りの生地です。非常に繊細な表現、はい、中世フランスではタペストリーなどの室内装飾品に使用されていました。だそうです。ゴブランでしたね。コブランじゃありませんでしたね。ありませんでしたね。そうなんだ。高そう。確かに。でもこれ自体は全然高くない。そう。確かにジャガード織りがね、どこだっけ、ベルギーだっけ、なんか、あ、でも違ったかも。ジャガードはどこだっけな。でもフランスとかじゃないんだよね。なんか似たようなのでジャガー通りっていうのもあるみたいです。そう、さすがにベルギーじゃなかった。なんかベルギーとか決まってるわけではなさそうですね。そう、なんか、あ、でもフランスなんだ、それも。なるほどね。全然なるほどじゃないけど、そう、ちょっと似てるのでジャガード織りっていうのがあるみたいで。で、私が、あ、でもジャガード織りも好きなんだよな、結構。でも私はそのゴブラン織りが結構好きで、そう。なんかヨーロピアン風の生地に見える。まあでもその、なんだろう。結構フランス？なんて言うんでしょうね。あ、でも結構フランス、で、その中世フランスでタペストリーとかに使われてたから、ヨーロピアンっていうのはね、合ってると思う。あ、絵が浮き上がるような織り生地をジャガード、タペストリー風のつづれ織り生地をゴブランというらしい。なるほど。だからジャガードの方が立体的っていうのかな、な、表現が可能な、ジャガードの方がちょっと立体的な感じなんでしょうかね、多分。しゃっくりが出ました、すいません。で、その、まあ、私ね、そのゴブラン織りにすごいハマってて、まあ、ハマってるって言っても、そんなに、あの、ものは持ってなかったんです、全然。そんなにっていうか、持ってなかったんですよ。そう。で、今回、このゴブラン織りのものを、ゾゾタウンで買いました。出ました、ゾゾタウン。で、あと私フェイラー、あのフェイラーっていうハンカチの、あのハンカチっていうか、まあハンカチがまあ頭に浮かぶんですけど、のなんか、そのなんて言うんだろう、ブランドに憧れてて、そう、ずっと何か欲しいな欲しいなって思いつつ何も買えてないんですけど、そう、そのフェイラーのはなんか名前ついてんのかな、多分なんか調べたら、あ、ちょっと見たことあるかもって思う方ももしかしたら中にはいらっしゃるかもしれません。ちょ、それは分からんけどね。そう、
今ごめんすんごい顔した。え、かわいい、ユニコのかわいいっていうのもあって、そのフェイラーのリボンの騎士のハンカチが欲しいなって思ってて、ずっと買おうかどうか迷ってるんですよとか言いながら今でも買えるんかちょっとあれなんですけど、でもずっとなんか可愛い欲しいって思ってるんだったらやっぱ買おうかな。分からん、コラボハンカチってこんなこのぐらいの値段なのかがちょっと分からんけんあれなんですけど、そうなんかそうフェイラーのハンカチすごい憧れがあって、そうでもなんとなんかユニコのも出ててめっちゃ可愛いんだよ。そうやっぱフェイラーのハンカチって可愛いんだよね。そうちょうどアトムとリボンの騎士のが同時に出たんですけど、リボンの騎士がめっちゃ可愛くてさ、まあでも私リボンの騎士は読んだことないんですけどね、でもちょっと見たいと思っててずっと、でもまだ読めたことがなくて、うん読めたことがないんですけど、うん、そうなんです、だからまあその憧れてたゴブラン織のものをゲットして今日それをね着ました。初披露です。でめっちゃ可愛いよねユニコのやつで、あとその4部ではちょっと付け忘れてて、5部では急い慌てて付けたんですけど、そう今回はあるイヤリングも付けました。こちらとか言いながらちょっとすぐに出せなかったとこちらとか言いながらすぐに出せなかったこちらですね、こちらのイヤリングです。こちらはですね、あのアナと雪の女王のアナモチーフのイヤリングです。そう私アナと雪の女王のアナがすごい好きで、そうこれを急いでねつけました。意外とね大きい、結構存在感抜群のあのあれです、これをね急いでつけましたインスタにね写真上がってて、でもあんまそのイヤリングがすごいあのなんていうんだすごいなんかイヤリングの存在感がウェーみたいなのが、イヤリングがよくわかるよく見える写真では なかったと思うんですけど、ぜひ見ていただけたらチェックしていただけたらと思います。でもお高いんでしょ、どれがどれがイヤリングのことかな、どれのことなんだろうまあイヤリングはね決して安くはなかった、でももう最高です。あでもツイッターの方がわかるな、写真はそのイヤリングつけてる写真、服自体はそんなにあれかな、なんかそんなに高くはなかった、
でもお高いんでしょってよく聞くんやけどさ、それってさ、なんか元ネタじゃないな、なんか実際何で使われてるやつなんだろうかね。わかる方いらっしゃいます？そう、なんかよく聞くんだけどさ、あの大事に使えば高くはなくなる、確かにそれはね言えてる。あのどんだけ長いこと使うかにかかってるよね、値段って。確かにすぐなんか壊しちゃったりとかなくしちゃったりするとさ、高かったのにってなってるけど、なんて言うんだろう、あのなんて言うんだろう、そのたくさんあの長い間使ってたらね、その高い買い物もどんどんなんかなんて言うんだろう、なんかその値段分たくさん使えたりするけど、なんか早い間に、なんだ、早い段階でちょっと壊れたりとかするとね、あーってなるから。そう。通販のテレビだとでもお高いんでしょとか言うね。やっぱそうだよね。通販のテレビとかですよね。確かに物は値段で測れない。ああ、いいね。いい言葉だよ。そう。その、やっぱ買った後だよね。買った後の使い方で変わってくるよね。そう。やっぱ最初ね、買う時に高かったら、あ、ちょっと高いよなってなるよね。そう。長く使えば元が取れる。そうそう、そうだと思うよ。元が取れるって言い方あれだけど、まあ確かにそうだよね。よいしょ。今日は結構前髪がいい感じにうまくいったんですよ。すごく似合ってる。ありがとうございます。ありがとうございますの時にするポーズじゃないんだよね。でもなんかテレビ、なんかテレビの通販のさ、なんか CM とかよく見てて結構印象的だったの、なんかぬいぐるみだった、なんかこ、なんか君のお友達みたいな、なんて言うんだろう、なんかいろんな種類の動物のぬいぐるみがあって、クマとかハチとか、ちょっとクマとハチしか覚えてないんですけど、そうのがあって、なんかその多分外国人の子供さんかな、その CM みたいのに映ってた子たちは、そうが、なんかもうすごい大事そうに、なんかいつも一緒みたいな感じの、なんかぬいぐるみの DM じゃない CM なんでぬいぐるみの DM、 そう CM みたいなのがちょっと欲しいなって思ったことがあったんですけど、あとなんだっけ、よくテレビの通販で見たのは、あのなんかなんだっけ、ゼリー、あれなんか食べると綺麗になるじゃないけど、なんかそういうのがあって、果物のなんかゼリーのなんかそれがちょっと美味しそうだったんだよね。あれ気になったな。くしゃみでそう。でもそう、私もそのアニマックスっていうさ、そのアニメがすごい流れる専門チャンネルみたいなあるんで、アニメ専門チャンネルがあるんですけど、結構それでなんか通販のことじゃない、
なんかテレビ通販みたいなのしてよく流れてた気がして、そう、なんかあと青汁はよく目にする。でもテレビショッピングで買ったことはないね。そう、なんかあとテレビ通販はよくなんか真珠のネックレスとか売ってるイメージがある。そう、あとトゥールスリーパーのことを聞いたのもテレビショッピングが初めてだった気がする。あれ結構気になった、トゥールスリーパー。そう、トゥルースリーパーやっけ、どっちだっけ。そう、なんかお姉ちゃんが結構なんかテレビ通販見るのが好きだった気がするんだよね。そう。そうなんです。なんかそんなイメージがある。深夜よくやってる。確かに深夜やってるよね、テレビ通販って。やばい、こんなテレビ通販のことについて話す日が来るとは思わなかったわ。トゥルースリーパーか。トゥールスリーパーじゃなかった。トゥルースリーパーですね。トゥルーの方だ。そう、なんかあ欲しいなって思いつつ絶対買わないんだよね。そう、え、この中でさ、テレビ通販で何か買ったことある方っていらっしゃいますかね。うん、初見さんありがとうございます。でもやっぱそのなんだ、テレビ通販のターゲットがどっちかっていうと大人、まあ子供向けじゃないじゃない、なんて言うんだろう、だからこそその深夜型の方がテレビ見てるんじゃないのかな。そんなことないか。そんなことないか。実際買ったことある方いらっしゃるんでしょうか。あ、でもあとなんかよくなんだっけ、チヂミのパワーみたいな感じで、なんかサプリメントみたいなのもよく見ましたよ。でもなんか青汁はよく見る。青汁、そう、どうなんだろう、私もそのテレビ通販で買ったことある人に会ったことないからね、わかんない。だいたいなんか今から30分オペレーターを増やしてお待ちしておりますって言っとるやんか。そう、これって実際電話する人おるんかなって毎回思いながらね。そう、あ、そう、しじみ習慣、しじみか、今ちじみって言いました、ちじみってなんぞや、しじみ習慣。懐かしい。そう、今完全にちじみって言っとった。いや、みんなしじみはよく見るんだ。そう、なんでちじみって言っちゃったんだろうね。恥ずかしいんだけど普通に。ありがとう、みんな教えてくれて。あ、トゥルースリープは使ってるんだ。あ、そうだ、チヂミはあれだ、韓国料理だ、あの私が好きなやつ。チヂミは結構あれ、あれね、あの、なんて言うんだ、思い出した、なんかニラとか入ってるやつだよね。まあそれは人によるけどか。そうね、チヂミね、チヂミは違う、チヂミはね食べたことあった。チヂミは多分食べたことないんですよ。そう、うん、イントネーションは似てるんだよね、確かに。というかあの母音は全部イだからね。あんま関係ないけど、それは。うん、しじみを食べた記憶がないんだよね。そう、もしかしたら知らん間に食べてたのがしじみだった可能性はあるけど、しじみなら食べたことあるよ。そう、多分ないんだよね。そう、
やば、こんなほんとテレビショ、テレビ通販で盛り上がることが、盛り上がる日が来るとは。うわあ、味噌汁か、どうだったかな、あんまり記憶にない。あのアサリはよくあった、よくっていうかたまに食べてたんですけど、そう、しじみはないかも。まあ本当に私が知らんだけで食べたことあるかもしれんけどね、しじみを。そうしじみ習慣からしじみの話になっちゃう。しじみの味噌汁は肝臓を助けるから、お酒を飲んだ翌日に食べるといいらしい。へえ、そうなんだ。だそうですよ皆さん、よくお酒飲む方ぜひ試してみてくださいちょっとよくわからないけど、スーパーで売ってるのは見たことある、うん、ぶっちゃけないかも。スーパーね、たまにお母さんと一緒に行くことあるんですけど、え、しじみってどこに売ってる？でもその海鮮系のとこにあんのかな。あ、これがしじみなんだってちゃんと見たことないかも。割とスーパーに行ってお魚コーナーとか見るんですけど、るんちゃんはお酒ね飲まないです。うん、今度スーパー行った時ちょっとじっくり探してみるね。まあ買うかどうかは別なんですけど、割とそう魚介コーナーとかに結構チェックする方なんですけど、まあ、もしそれでなかったら私の住んでるとこの近くのスーパーは売ってないと。アサリより小粒なんだ、結構ちっちゃいね。だったら、そうなのか。そう、なんかアサリにちょっと似てるなとは思ってたんですよ、ずっと。そう、印象ね。でもそっか、アサリよりもちっちゃいんだよね。でもこんなチヂミ、チヂミじゃない、間違えた、シジミ、シジミです、シジミ、シジミでこんな話が盛り上がるとはな。はい、ということで、じゃあちょっと早いんですけどね、今日はちょっとここら辺で終わりにさせていただきます。かゆ、ちょっと楽しかったなあ、でもシジミ食べにくいんだ。でも確かにちっちゃいと食べにくい、ちっちゃいから食べにくいってことなのかな。じゃあランキングを読んで終わりますよ。13位から、13位カリネコでも好きだよさん、12位キャパさん、11位ナナタさん、10位ロミツさん、9位飯田ひろゆきさん、8位ソランさん、あ、待って、順位変わった。13位キャパさん、12位ナナタさん、11位ロミツさん、10位 TKHKG さん、9位飯田ひろゆきさん、8位ソランさん、7位海指さん、6位カラスのカーコさん、5位マモさん、4位夏目さん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさーい、またねー、おやすみー。